皆さんこんにちは。今私は札幌駅にいます。14時27分発小樽駅行きの列車に乗車しました。料金は750円です。4番乗り場から新日本海フェリーバス停まで行きました。バス代は240円です。約30分でフェリー乗り場へ到着です。16時から乗船開始です。私はインターネット予約した iPhone の画面を受付に見せ、スムーズに乗車券を発券していただけました。乗船券をいただき、急いでこのエスカレーターで4階まで上がりました。札幌駅からは JR 小樽筑後駅の方が近いので気をつけてください。私の動画は小樽駅からのご案内になっています。私の部屋はツーリスト S です。運賃は 13,800 円です。こちらが私の部屋です。簡易個室になっています。シーツと布団があります。身長177センチの私ですが普通に寝れます。出航時間なのでデッキに出ました。緑に餌をあげている子供がいました。餌は何をあげてるんですかね。ちょっと疑問です。その後すぐ入浴しました。夕食はタッチパネルで注文です。美味しそうなメニューがたくさんあります。私は新日本海オリジナルビーフシチューセットにしました。ライスは台にしましたのでセットで1450円です。生ビールは600円です。お会計はこのカードを持参します。セルフ会計で便利です。
乗船記念撮影コーナーです。その他ご覧の設備が充実しています。自動販売機で買ったアイスも美味しいです。電源コンセントがあります。テレビのリモコンです。ヘッドホンも4階の受付で貸してくれます。バスタオルセットは300円でレンタルがあります。おはようございます。朝起きて船首展望席に来ました。船首展望席は迫力がありますね。こちらはキッズルームです。朝食を食べます。美味しそうなメニューがたくさんあります。選ぶのに悩みます。私は和風プレートセット1000円を選びました。
16時間の船の旅ですが、想像以上に快適でした。機会があればまたぜひ乗船したいです。私は下船後バスに乗り JR 新潟駅まで行きました。私は群馬県に戻りますので、最終は上越新幹線で自宅まで帰ります。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。